ザインのバッグの発売を記念いたしまして、What's in my bag? バッグの中身をやっていこうと思います。今季はスウェードアイテムに目がなくて、夏夏ぐらいからちょっと制作をしていたんですけど、やっとのこさサンプルが到着したので、皆さんに、YouTube を通してご紹介できたらなと思ってます。はい、もう見ての通り、もう私が好きそうな秋冬っぽいブラウンのバッグになってます。で、スウェード素材もすごく柔らかくて、なるべく毛羽立ちというか素材感がよりきれいめなスウェードの生地を使用させていただいていますので、なんかスウェードってちょっと、カジュアルになりすぎるんじゃないか、少し強くなりすぎるんじゃないかと思われる方でもかなり使いやすいスウェードの生地を選んでおりますので、ぜひ手に取っていただいてお試しいただけたらななんて思ってます。意外とコンパクトなんですけど、割と中の容量もしっかり入れれるようにデザインしているので、実際にご紹介していこうと思います。まずはクリップ、もう見えてるんですけど、実はこれもバッグの中身じゃなくてごめんなさい、バッグについているこちらのクリップです。これは雑貨屋さんで買ったのでブランド名が分かりかねてしまうんですけど、こちらは雑貨屋さんで購入いたしました。髪の毛が長いので割とこういうクリップを持ち歩くことが最近多いです。こんな感じでもうシンプルにハーフアップするか、ゆるく一つ結びして使うことが多いです。こんな感じで使うことがあります。ご飯を食べる時とかに特に使うことが多いですね。あとは夏場とかは暑いので髪の毛を下ろしてると髪の毛を結ぶことが多いので、最近使用頻度がとっても高いクリップになってます。で、中身はドーン、こんな感じです。ちょっとメガネをそのまま入れちゃっているんですけど、パンパンに入れてきました。こんな感じでございます。実際に中身をご紹介していきます。まず最初にドン、手帳です。皆さん手帳を持たれる方いますかね。私はすいません、ちょっと今回 YouTube ということで手帳をわざと入れているんですけど、普段はデジタル派で、手帳を持ち歩くことはほとんどございませんが、こういうミニ手帳であればバッグの中にもすっぽり入るので今回入れさせていただいております。これは、だいぶ前に本屋さんで買いました。続きましてこちらティッシュケースです。これは楽天で何百円かで、500円ほどかなで購入したティッシュケースなんですけど、合皮になっていてすごく使いやすくて、かつ桜ピンクっていう色をですね私は買いました。すごくスマートで、ティッシュをそのまま入れるのも全然いいと思うんですけど、ちょっとでもバッグの中身を可愛くしたいなと思っていて使ってます。鼻水が出やすいので基本ちょっとティッシュはマストで持ち歩くように最近はしています。続きましてハンカチです。こちらハローキティのハンカチになります。これはプラザで購入しました。お財布はドン、こちらミニウォレットになっております。こちらはですねキャッシュレス、今日はバッグが小さい日とか、キャッシュレスで大丈夫だなっていう時に使うことが多いです。これ韓国のものです。カードとお札しか入らないのでコインケースはまた別に持つんですけど、特に旅行とかは繰り返し出番が多い財布になってます。続きましてドン、こちら携帯充電器アンカーのものです。これすごく便利ですよね。 Amazon で買ったアンカーの携帯充電器になってます。これはなくなったら困るっていう感じですね。携帯がもう古いので充電がなくなることが最近増えてきたので、小さいかつかさばりにくいデザインなのですごく愛用してますし、コードがこんな感じで線がないんですよね。っていうのもすごくよくて買ってよかったなと思うアイテムになってます。エコバッグ、これはベースメントの
ポップアップのノベルティでお渡ししていた A4 サイズのエコバッグのピンクになります。使いやすくてシワになりにくいので特に愛用しているエコバッグになります。あと持ってておしゃれなのですごく愛用してます。で続きましてドン、メガネです。これはちょっとメガネケースに入れずに入れちゃってたんですけど、最近というか、ちょっと前にゲットしたメガネでミュウミュウさんのものになってます。流行りのメガネなんですけど、私がつけるとどうもちょっと違うっていう感じで、最近はこれをもうカチューシャにしてつけることが多くなってます。今後ニットとかと合わせてつけるのも可愛いかなと思って買ったものになってます。ベッコーなので、ただすごく求心顔がより求心顔に見えるのが難点なんですけど、今の気分にこちらのメガネがフィットしているので購入しました。続きましてドン、ポーチ。これミニミュートさんの巾着になっているんですが、中には私はですねバッグの中に欠かせないものカメラになります。カメラをいくつか持っているんですけど、キャノンのIXY シリーズになってます。これで、今日の YouTube のサムネイルを撮ったんですけど、あの古い素材感というよりかはどちらかというとあの画質がいいタイプなんですけどね、古いカメラなんですけど画質がいいタイプで、色味がすごく柔らかくて、あの少しなんていうの、切りかかって見えるのが質感がすごく自分的に好きだったので買ったカメラになります。フリマサイトで買いました。何よりもね小ささが魅力かなというところで、なんか GR3X のカメラも使うことがあるんですけど、割となんか物撮りとかはこっちで少し雰囲気出して、エモく写真を撮ることに今ハマってます。続きまして鍵です。キーリングにつけて使ってます。シナモロールと、地元パンシリーズのガチャガチャで手に入れたあの水色の、これは何パンなんだろう、デンマークロール高木ベーカリーさんのキーホルダーをつけてます。すごいお気に入りです。エアポッツ、これはですね何年か前にあのベースメントのメンバーからあの誕生日プレゼントでいただいた AirPods Pro でずっと愛用しているものになります。 K-POP をよく聞いてます。続いてこちらもガチャガチャなんですけど、マリクワのミラーですね。これははるかさんからもらったやつなんですけど、このミラーがすごく良くて、バッグの中に鏡を大きめの鏡入れちゃうとかさばるんですけど、このマリクワのミラーがすっごくちっこくて、ちっこいんですけどしっかりあの鏡がこんな感じでついているので、リップとか簡単なお直しとかはこれでことが足りるので持ち歩いてます。バッグにつけるかあのポケットに入れるかで持ち歩いてることが多いです。こちら今日のリップでもあるんですけど、リップを2ついつも持ち歩いてます。1個の時もあるんですけど、今日はちょっと秋めいたリップを最近購入したのでご紹介します。ラカのティントとラカの最近の新作で出たあのマットリップを今使ってます。少しあのオータム秋っぽいお色でベージュがしっかりある色なんですけど、ティントと、リップを重ね塗りしてます。ラカのバルキーマットリップのバルキーマットリップスティック、408番ベベアーモンドと、こっちはですねティントです。121番アッシュナッツという色を重ね塗りしております。あとはドン、何もございません。ブラウンのバッグの中身でした。裏地がピンクなのでピンクのアイテム多めで、詰めてみました。はい、ただまあ結構リアルなバッグの中身になるので、ぜひ皆さんも参考にしていただけると嬉しいです。実際のバッグの中身はこちらでした。意外と入りましたね。色展開はまずベージュです。スタチオのカラーになってます。ブラウンの中の色は
可愛い。ちょっと濃いめのピンクです。ブラックの中身はなんとブルーになってます。可愛い。ちょっとこちらも濃いめのブルーになってます。実はポッケが2つついていまして、バッグの中身にポーチを入れられると思うんですけど、ポーチなしでも収納できるっていうのにすごく私が憧れを持っていて、こんな感じでリップが2つすっぽり入る少し小さめのポッケと、エアポッツなどが入るポケットを2つ用意してます。なのでポーチいらずでもしっかりと収納できるようなバッグになってます。スウェードの生地はこんな感じですね。こだわりは持ち手を2つにした点です。このね、ちょっとこの短い持ち手は手にかけた時に割と腕にフィットしてくれる、腕との距離が近くしてよりなんかおしゃれ見えするような長さにしております。いくつか調節ができるような穴をいくつかご用意してます。で、私はこの斜め掛けと手持ちの持ち方ももちろんそうなんですけど、実際リアルな持ち方が肩掛けがすごく多いので、肩掛けになったとしても長すぎないような紐の長さに設定してます。短くできるようにしていて、そこがすごく差別化じゃないですけどこだわった点になってます。こんな感じで脇の下にしっかりとくるような感じで安定的に持っていただけるような穴の調整と紐の長さにしてます。なので比較的短めで、斜め掛けももちろんできると思うんですけど、肩掛けもできるような穴の個数に設定しているので、短めに持っていただいても可愛いデザインにさせていただいてます。結構これがすごくこだわった点になってます。サクッと持ちやすかったりとか、あとはより脇の下にしっかりとくるので、なんかすごく安心感があるので、私はちょっとそこをポイントでご紹介できたらなと思ってます。で、今私が着ているワンピースはちょっとまだ試作中なんですけど、私デザインで作っているのですが、少しね体のラインが出る、かつちょっとの値段が元々の値段が高いので販売するか迷っているワンピースになります。もしご意見があればコメントいただけると嬉しいです。あとは、ベーシックに持っていただきたいブラックですね。あとすごく私この色も実は推していて、ちょうど今のこのワンピースの時にブラウン持っていただくのも可愛いと思うんですけど、意外とベージュがすごく可愛いんですよね。こんな感じでベージュとアイボリー のお洋服との合わせがすごく素敵だと思うので、意外とこのベージュ一見カジュアルかな、合わせにくさあるかなと思われるかもしれませんが、こういう私みたいにワントーン のこういうアイボリーのオールホワイトとか好きな方は特に使用頻度が高いと思います。この3色が、バッグの色展開になってます。お値段は4950円になっていて、10% オフクーポンももちろん当日、出させていただきます。バイブはちょっとまだ未確定なんですけど、うまくいけば9月9日に発売ができるかなと思うので、皆さんお楽しみにお待ちください。正確な日時は決まり次第個人のインスタグラムでアナウンスさせていただきますので、そちらも見ていただけたら嬉しいなと思います。